山に泊まってもらって。ああ、そこしなくていいよ。富士山、あ、ますます見えなくなった。ありがとうございます。失礼します。バイバイ。ああ、同じ感じだね。あ、変わんないね。変わんないね。微妙に足元が見えると。あ、ごめん。でもやっぱあれなんだよ。ほら、違うんです。やっぱりさ、午後つうか夕方雨降るから。うん。はあ、まあしょうがないか。てっぺんは見たかったな。じゃあ下も行こうか。行きたくなっちゃうよね。明日でもいいよ別に。うん？え、草とからまた回っていけばいいじゃん。明日？うん。明日は辛いか。明日は休もうやっぱ。あ、一日やっぱ休み入れよ。うん。食べれ。洗濯しないとさ、どうする？ 5,5,6 ぐるって回って、それでもいいね。稲荷6で行く？君がさ、寝てる間さ、うん、全然覚えてない寝てること。ポッちゃんの学べると書いてさ、うん、大変なことだった。ほら、朝今日こっち来るから、うん、こっちで散歩だけ見ながらさ、いろいろ頼む。崩れみたいな。よいしょ。君が寝てる間さ、うん、隣の優しいお兄さんとお姉さんにさ、ずっとコップかばってもらった。あ、そっち行く？ちょっと待って。腰ベルしよう。本当、お隣の人がさ、コップすげえ可愛がってくれて、お姉さんは実家に猫ちゃん5匹いるっつ。すげえ。俺めっちゃ寝てたから何も覚えてねえんだよ。いやもうなんかポップがすごい気に入っちゃって、うん、顔ベロンベロンするわ。あはごめん、もう全然覚えてねえな。でもさ、お兄さんがさ料理作ろうとするとしてさ、うん、袋ガサガサやるじゃん、うん、そのたんびにお兄さんがって行く。ほんと、すいませんっつって。で、なんか最初野菜くれようとしてたんだけど、玉ねぎ入ってた野菜だったから、うん、すいませんっつって。あ、まあね、うん、玉ねぎはダメなんですよね、動物って基本的に。あ、そうですよねって、毒素はあるからっつってね。で、どうしよっか。もうお姉さん、寝てるお姉さんの尻くん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 かぶし。どうする？あ、これ5号路ぐるって回ったけどきついな。この辺、え、登んなくちゃいけないじゃん、これ。こっちから行くか、右側から。右側から行って、稲荷行って、で、途中2時頃にもう多分、6号路開通できるから、そこで合流地点で行こうか。超混んでるって言って、6号路。今？今だ、今は混んでる。通りすがりのおじいちゃんが言ってた。6号路混んでたから、梅川から来たっつってたよ。梅川っつってた。梅子？うん。ああ、どうしようかな。まあ、おじいちゃんが来た時間だから、そろそろでももう、そろそろ落ち着いてくると思うけどね。稲荷でもいいんだけどさ、ここ結構めっちゃ涼しいな、ここ。いや、ここ、あそこちょっと光合成しすぎた。俺も。光合成しながら寝てたもんな、俺。俺絶対寝ないと思ったんだ、とこで。いや、絶対寝ると思った。みんなあそこ寝たいっつってた。俺感電したもん、ね、気持ちいいよ、だってあんな鳥のさえずりでさ、いいって。暑かったから寝ないかなと思ったけど、どうしようか。右行く？とりあえず。とりあえず右行って。右確か道攻めんだよな。稲荷行って6号路混んでるか。まあちょっと様子見てみよう。あの階段ゾーンは危険なんで、確かに新しくなった、うん、でもスタート地点あそこじゃん、うん、あの寝る、またくしみしちゃう。補強してくれたあの、あのとこじゃん。大丈夫、こんちゃん。めっちゃくしゃみすんね。だからそんなに混んでても多少は。まあ、多分、その時にはもう2時には入ってるから。フォークじゃなくて。一応ルール上守ってはいるんでって感じだから。まあ、でそうしよっか。とりあえず稲荷行こうか。とりあえず5号路。右の5号路の稲荷行こうか。はいはい。もしこ。そっちゃリュック入れっか。まだいいよ、稲荷まで。じゃああそこ、まあいいや。対向車に人、対向車じゃない。あ、狭いんだよな、そこ。やめとくか。対面から人来たら
ってた大勢急じゃないかな、うん、じゃあここ右側から行って稲荷行くかまずは。ここ確かあれいたよな。あ、なんか変な変な虫が取って、すごいなんか天気のいいお二人だった。あ、本当ごめん、元年したから私の心の中の夜景の音が一気に、うん、覚えたり付き合っちゃいないと思って。あ、付き合ってないんだ。いや、多分違うと思う。あ、本当さん付けで呼んでた。でも絶対に見えるよって。なんか俺元寝してた。俺元寝してたもんね、マジで隣で。カーッて。お姉さんも緊張して横で寝てた。いやでもじゃあね、頭を相手の方に向けて寝るってことはやっぱ行為がある証拠だね。分かった。でもなんかフィナーの人で、うん、もうずーっと外が変わって変わっていってたまに吠えるんで。暑いじゃね、涼しい。ここあんなにコード出てるよ、ポークだから、それ危ない。あ、本当だ、出ちゃうね。つけとく。なんかさ、久々にさ、うん、すごい、環境水分まったりできたから、ね、最近トイレなしにさ、サクサクが来てたから、うん、なんかちょっと休みないじゃんね。スミレの種、でで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 、はい、わかんねえ。じゃあこれ結構長いからいいかもね、時間つぶしに。あ、いた。笑ったね今。じゃあ寿司屋行こうかな。食べ事が行くからダメなんだな、多分。食べ事が行ってたからあの時太ってたんだな。太ってた？うん。まあ、それもプラスだと思うよ。うん。私も尋常じゃない量のご飯作ったから。美味しかったけどね。もうちょっと量を製造するわ。こっから行く人いないのかな？え、そこどこ行くの？いそう。いや、なんか変な道行っちゃうわ。怖っ。え、なんか道あるね。でも、怖っ。間違えそう、これ。一応無駄なルートじゃん。でもこれ疲れるよ、しかも無駄なルートじゃん。何これ橋あったよね確か。うん、木の橋あったの覚えてる。なんかスクロ上がってるだけですよ。あ、ほら意味なくね。登山道なってるよ、一応これ。登山道え、これ立ち入り禁止した方がいいと思うんだけどな。あれあれので山菜とかさ。あ、そうそうそう、トイレやつね。ウィーっつってね。あれ、これも稲荷？あ、稲荷行っちゃうんだよね、ここ。あ、ほんとだ、稲荷行っちゃうね、これ。まあいいや、行こう。稲って、多分2時ぐらいには、ね、さすがに。いや、もうない、あそこだけ。結構あるよ、でも、合流場所まで。多分、ちょうどそこで2時にはなってるはずだから。あと10分なんで。これメタおたまじゃくしだ。メタマジャクシってなんだ。おたまじゃくしいる。ほらかわいい。これめっちゃいるよ、おたまじゃくし。めっちゃいる、ね、今じゃないと見れない。じゃあまたここにあれのねバケツ置いてさ、これシーズン過ぎるとどっか行っちゃうんだよみんな。あー、さよなら。よかった、かわいい。頑張ってね。よかった、見れた。年に1回のおたまじゃくし超嬉しい。どうしたの？
あそこのところにミスが座ってたじゃん。うちらがあそこ上がってきたじゃん。おじさんも乗ってきたじゃん。あのおじさんたちさ、うちらの足元に行ってさ、ちょっと降りた瞬間なんて言ったと思う。ここ椅子じゃなかった。あれはですね。あんな高さ立ちで見てみよう。ちょっと面白かった。後ろに見るとすぐに入っちゃう。あれは多分あれだよ、ぐちゃぐちゃを防ぐためのあの木だよ。後ろになんかさ、人そんなにいないから座ってんのかなって思って、あんま気にしなかったけど、あれはかわいい椅子ではないね。あ、そっか、俺椅子の上立ったからってことか。そうだね、うちらもあそこにガンガンって椅子が上がってきてさ、おたまじゃくしだとか言ってさ、椅子ではない、椅子ではないね。あ、そんな会話してたんだ。全然気づかない。笑ったらかわいそうだけど、ちょっと笑いながら椅子ではないね。ごめん、そそくさっていっちゃった。ちょっと今日は稲荷から降りないですけど、6号路だよね。多分結構あったはずだよ、6号路合流してまで。ここは無理だと思う。入れちゃった方がいいんじゃない、リュックの中じゃ。あの合流地点の辺でもいいし。椅子あかんねえ。ここ通ってるはずなのか分かんなくなるんですけど。うん、水飲んでが一番いいかもな。そう、こういう、そう、ぬかるんでる時のためのあの道だからさ。あの木がね、まあ、今日はちょっと明るいから。こんにちは。こんにちは。椅子ではないと思う。ね、まあね、登りはちょっとこれしんどいよ、稲荷の。ね、ちょっと暑いからしんどいけど。稲荷の登りはきついよ、しかも。左から行こうか。あの道通るといいのかな。めったにないと思う。初めて通ると間違えて行ったのかな。あれ、こっから来たら行けんじゃないのみたいな。
下行こうとしてまた無駄に上に上がってくるんで、うん、あと5分か。そういう道だから。椅子ではないな。椅子では。他の人から、してる人からしたら。うん、あ、ぬかるんでる。気をつけてね。うわぁ。やだこれ。これどうしよう。右から行く？右から行こう。これやだ。左やだ。左やだ。めっちゃ、そっか、昨日のあれだからぬかるんでるね、この辺は。こう。はいはい。ちょっとここで止まっ。本当に危ない。ここぐちょぐちょだ。突然。よし。なんかこの下のシートがない。オッケー。よろしくお願いします。昨日の雨で。そう、昨日の雨で。昨日の雨でひどいことね。結構ぬかるんでるな。うん。ね、うわ、ここもやらしい。これ木の上登んないでね、滑るから。うん。あれもういいよ。おたまじゃくしはいいよ。そろそろだっけ、合流地点。あれ、あ、やべえ、合流地点来ちゃった。はい、あと3分待とう。律儀に。あと3分待とう。最高の稲荷山公園。あと律儀に3分待つか。3分待つ？うん。じゃあと3分待つか。うん。すいません。14時からなんで、降りられない。ちょっと待ちます。あ、じゃあこれ入れ、これとか。本体入れちゃうか。うん、入れてみて。ちょっと一回切ります。ここにあったな。ここで。